しがる答弁。休憩前に引き続き会議を開きます。滋賀の答弁からです。新井健康福祉部長。感想をということでございますので、高齢支援課長の方から、そういうものがあるので部長一緒に行きませんかということで、実際に、この、やっているところを拝見させていただきました。で、非常に、私の感想としてはですね、先ほども池田議員の方からありましたけど、約半分の方が、認知症という方で、車椅子に座れて、この事業というかこれを受けてたんですけれど、やはりその方が、青春時代してるんですけど、その方が生きてきた時代の、曲がかかるとですね、認知症の方でも、口ずさんだり手を打ったり、あるいは曲を聴きながらちょっと涙を流してたりする姿を見てですね、かなり認知症の方でも効果があるんだなというふうなことは感じました。で、その先ほどお話があった航空なんですけど、なんでこれをするのかということもきちんと説明をされてですね、いまして非常にプログラム化されたものだなというふうには感じました。ただこれを私ども多摩市ですぐにですね、できるかどうかということは、そのいろいろ体制とか費用の問題もありますけれど、かなり高齢者の方にいろんなことが取り組めるものであるということだけは感じたところでございます。池田議員。はい。そうなんですね。ここで10代から20代の時に自分が歌っていた歌っていうのは認知症になっても忘れないっていうふうに言われているんですね。で、私もじゃあ自分にとって夏メロとなる歌は何かななんて思って、自然に体が動くとなったら、なんかピンクレディーだったらもしかしたら認知になってもね踊れるのかななんて思ったりもして、いろいろ考えてしたんですけどね。上田市の方のプロジェクトで顧問になっているドクターがいましてね、でこの人 の書籍も私読んだんですけど、でこの先生が言うには特にね演歌がいいって言うんです。で拳を回したりとかって言って腹式呼吸とかって言って、で、ね、医者が勧める演歌療法なんてね、こういう本も私も読んでみたんですけどね、でこの著書の中にもですね、もうカラオケっていうのが、認知予防だけではなくてですね、例えば夫婦関係だとか、あとお姑さん、嫁姑関係にもね良い役割を果たしていて、そう家族の絆もね深めるんだよなんてことも書いてあったんでね、メシアの皆さんも関係修復したいと思われている方がいましたらですね、ぜひ今日あたりねカラオケに行っていただくことをねお勧めしたいと思うんですけど、でちょっと通告書でも述べましたけれども、介護職の不足という問題点でちょっとお聞きをしたいと思います。で現在ですね、例えば社会福祉学科、福祉の関係の大学にご入学した学生であっても、いざ就職となると違う職種を選ぶというような、そういうケースがねやっぱ増えているというのをお声をお聞きしました。で以前多摩市でも何年も前になりますかね、ヘルパー養成講座に女性ということでね、市としても人材確保のためのいろんな事業を行っていたっていうのもありますけれども、やっぱ潜在的な資格所有者っていうんですか、私もヘルパーに気持ってるんですけどね、そういう方もね結構市内の中に多いんじゃないかなっていうふうに思うんです。で今後 その介護の担い手っていうその確保について、次の一手があるのかないのかお聞きしたいと思います。新井健康福祉部長。お答えさせていただきます。
この議会の中でも、まあ、2025年の問題等をこう取り上げていただいてますけれど、やはりまあその時には介護職というか介護者の人材が今より 1.5 倍ぐらい必要じゃないかと。で、まあ、国の方では外国人の技術者というかそういうことで、まあ、少し人口というかそういう人口を増やしておこうというような、まあ、取り組みもされてますけれど、やはり一つはやっぱり介護者のその社会的な地位というかそういうものをやはり国の中でですね、きちんと上げていく、まあ、それは認知度だけではなく、やはり報酬体系というか、そういうものもやはり見直していくことも必要じゃないかなというふうには思っています。あと、やはり一市町村だけではできませんので、広域的に都道府県のやっぱり支援というか、そういうものも仕組み的には必要だというふうに考えてますし、まあ、市町村とすればですね、今議員さんがお話があったように、まあ、そういう職を持っている方を、まあ、もう一度生きがいのためにといえば変ですけれど、まあ、人のためではなくご自分が持っているものを地域の中で出して生きていませんかというような呼びかけ等をしてですね、地域の中でこう活躍していただくこととか、あるいは本当に今そういう、資格を持ってなくても、まあ、本当にちょっと生活の場面でちょっとしたその支援というか、そういうものをまあ必要とする方もこれから増えてきますから、そういうことを地域でしていただくように、まあ地域社会全体にですね、まあ呼びかけをしていくっていう、まあ地道なようですけど、やっぱりこれ着実に一歩ずつやっていくことが重要じゃないかなというふうに考えています。池田議員。はい、での本日のですね、ちょうどこの公明新聞にですね、ちょうどの介護の、人手不足どう対応っていうね、ここ記事が載っていてですね、介護職に対するイメージっていうのが出ていました。でそれで、イメージの中で社会的に意義のある仕事などといったこう肯定的な意見がある一方でですね、一番がですね、夜勤などがありきつい仕事っていうふうに、こうそんなふうなイメージを根強く持っているっていうような、だからこう人材集めにくい要因になっているっていうようなこう記事が出ていました。でやっぱり介護職というね、正しいやっぱりイメージを浸透させるためにもですね、私はこの介護というものをですね、やっぱ義務教育にですね、しっかりと明確に位置づけるべきではないかというふうに思うわけですけども、その辺のご見解はいかがでしょうか。神山教育部参事。介護についてのご質問をいただきました。まず小学校の社会科で社会保障を取り上げまして、高齢者のまた障害者の介護について学ぶ場合がございます。中学校の社会科におきましても、少子高齢化社会においては介護など福祉の充実が必要になるということを学んでいます。また中学生の職場体験では、特別養護老人ホーム、またデイサービスセンター、こちらの場所を選択した市内の中学生がですね、実際に介護の体験を学んでおります。さらに今年度先般、市内の事業所から高齢者の体験ができるグッズを提供していただきました。それは例えばゴーグルをして視界を遮る、また肘や膝に当て物をしてですね、動きを制限します。で、そうしますと年齢を重ねることによって細かな字が見えにくい、また若い時の同じようには動けなくなるんだなということを、身体的な変化を体感的に学べるものでございます。これを活用することにより高齢者と自分がどのように関わっていけばよいかを学んでいるところです。教育委員会といたしましては、このようなグッズも活用しまして、学校の実態に応じて、その学習が効果的に行われるように支援してまいりたいと考えております。池田君、はい、ありがとうございました。第一ご答弁でですね、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けるということ、そういうふうなご答弁がありましたけれども、就活という言葉がね、流行りましたけれども、やはり人生最後までということを考えると、最後の看取りまでというね、そこまでケアをしていくっていう、そういう多摩市の地域であっていただきたいというふうに望みます。で、あと最初の1番目に戻りますけれども、
感染症のことをお聞きしたいと思います。3人の、ね、お子さんをお持ちの保護者の方から、ある学校ではお茶でうがいをしているっていうふうにね、テレビでやっていたのを見たんですけど、多摩市ではどんなね、特別な対策をしていますかなんていうのをちょっと聞かれて、それは多分学校ではそれぞれ、予防のためのご指導も取り組みもされているとは思うんですけれども、やっぱり大事なのは、やはり感染症の迅速なこう情報の提供と、市民の予防接種のこう干渉だと思うんです。第一答弁の方で、市はしっかりと情報のデータの共有もされているというので、安心したんですけど、一番ね、まず多くの保護者の方がちょっと、気にされています、水疱瘡のこう定期接種について、厚労省の方は10月とこう言ってるんですけど、市の方での実施 の, このスケジュールというのはどうなっているのか、対象年齢、あるいはこう市民の負担があるのかどうか、その点も伺いたいと思います。新井健康福祉部長。水疱瘡の定期接種の実施スケジュールでございますが、現時点ではですね、施行予定は26年の10月を予定してございます。で、対象者につきましては1歳から3歳未満ということで2回接種の予定でございます。で、費用の負担でございますが、水疱瘡については、A 類の疾病ということで、これは今後のまたちょっと予定でございますが、負担につきましては公費を全額公費で負担というような予定で今います。池田議員。はい、わかりました。で、地域のね、若いママさんたちと定期的に懇談会を行う中でですね、やっぱり予防接種の種類が増えて大変なんですっていうのをお聞きして、そこで調べてみましたら、予防接種情報提供サービスっていうことがあるわけで、通告書でも述べたわけですけれども、答弁でね、よくね、皆さんが近隣市の状況を検討しますね、近隣市の状況を掌握して検討しますなんていうことをね、言われるので、私も町田に行って聞いてこようと思ったんだけど、町田は先月始まったばっかりなんでね、まだ数値も出てないのかななんて思ったので、足立区の方に行って伺ってきました。予防接種ナビ、これ、一つの予防接種に対して、最初はね、1ヶ月前、で次に1週間前、そして前日、で当日、で接種の翌日にも、副反応は大丈夫ですかみたいなメールが、計ね、5回来るんですよ。で、これを活用することで、予防接種のスケジュールの管理、また医療機関の検索、で市からの情報発信、私、これがね、すごいいいなと思ったんですね。市が皆さんに伝えたいことをちゃんと情報が発信ができる、でこれで保護者の負担も緩和されますし、格闘する年齢に合わせた個々のこの配信が市からできる、で職員の仕事のね、やっぱり軽減にもなったっていうふうにね、足立区の方ではね、言ってたんですね。で、このシステム、とってもいいんじゃないかなと思うんですけど、この導入についてのご検討いただけるかどうか伺いたいと思います。はい、新井健康福祉部長。本市の場合には、かなりですね、保健師さんが実際にお家へ行ったりしながら、その予防接種のことについてはかなり詳しく、説明をしながら、未接種の人をないようにですね、今しているところでございます。で、その中で、今足立区さんの例を挙げていただいたんですけど、私どもでも、その辺のことについては情報で大和市さんとか台東区さんとか町田市さん、そういうものを、ちょっとこうどのようなものなのかということは、調べさせていただきました。で、どこのところも私どもよりは人口規模っていうかが大きいところが大体導入されてるんですが、この辺まだこういう機器っていうかシステムっていうのができたばっかなものだからかもしれませんが、かなり初期費用とランニングコストっていうのがまだちょっとこう高いのかなというふうなところもございますが、ただやはり
先ほどもご質問ございましたけど、予防接種 の、まあ、あの種類あるいは時期、それがもう非常にこうあの多くなってきて、まあ、皆さんもかなりあのその適切な時期っていうのを、的確にこう把握するのが、まあ、なかなか厳しいというようなことも聞いてはございます。ですので、まあ、これらの、まあ、こういうシステムについてはですね、まあ、今後も、まあ、その運用というかそういうものも 見させていただきながら、まあ、多摩市としてもですね、まあ、活用できるかどうかと、まあ、いうことを今後、まあ、検討させていただければと思います。池田議員。今ね、若いあの方たちはやっぱり何でもこうスマホとかね、あのネットでこう検索するたりして、あの情報なんかやっぱりスマホでこう得る方がこう多い中で、やはりあのこれも一つのね、しっかり情報発信ができるということも含めて、あのこういったことも必要なんじゃないかなってあの思います。まあ、あのぜひですね、お得意の研究検討していただきたいなって思うところです。で、まあ、とは言ってもですね、こうやってスケジュールが大変なんですっていうふうなこう声を発する方はまだね、あの意識がある方なんだなっていうふうにはこう思うわけで、あの心配はあのそんなにはないのかなと思うんですけど、あの全く意識のない保護者の方、要するに虐待とか子育て放棄という可能性もね、やはりそういうもしかしたらあるのかもしれないなっていうふうに思ったときに、こう未接種のお子さんに対して、未接種のお子さんの保護者に対してあの対応はね、あの具体的にどうされているのかというのがとっても気になるところで、あの第一答弁の中では、あのその接種が不足している場合にはあの直接干渉していますって言ったの、そういうご答弁でしたんですけれども、どんなふうなあの具体的にされているのか、例えばリコール通知をこう出しているだけなのか、それともこう子どもの方、所管の方とこう連携をしているのかとかいう具体的な対応をお聞きしたいと思います。はい、新井健康福祉部長。まあ、未接種者のアプローチでございますが、まあ、3から4ヶ月時の、まあ、健康診査の時、あるいは1歳6ヶ月検診、あるいはまあ3歳児検診などの時にですね、まあ、健康センターで実施してございますのしているまあ各種の乳幼児、まあ、検診の時に、保健師からまあ養診の時にですね、いやあるいは保健師やあるいは医師の方からまあ接種をの必要性をこうお話をしてですね、でまあ受けていただくようにあの推奨してございます。あと、まあ今お話があった養育困難な家庭においてはですね、まあ、必要に応じて、まあ、保健師の方が在籍する保育園や、まあ、受診する医療機関の方に、まあ連携を取りながら、まあ、その方に、まあ、接種をしていただくように、取り組んでいるところでございます。池田議員。あの何度もこの議会でも取り上げておりますあの痛ましい、ね、あの厚木市の事件がありました、この未接種ということで危険を察知できることもあるのではないかなというのを思いますのでよろしくお願いします。あと、あの罹患後における登園時の対応というところはですね、あのこの保育園をお休みしたような、例えばインフルエンザになって、ね、保育園をお休みして熱が下がって3日経ったらさあ行こうと思っても、この登園許可証というものがないといけないというところの中で、この辺 の, あ, のある保護者の方から、ね、これについて、用紙は統一されているんだけども、病院によって料金が違うのは何ででしょうかということを、それ質問されました。市ではどのように掌握をされているのか、お聞きします。中村子ども青少年部長。こちらの登園許可証につきましては、平成20年に厚生労働省からガイドラインが出るまでは、以前の学校保健安全法に基づいて準拠してございましたけれども、それに基づいて、まあ、多摩市内の保育園の中 でそのガイドラインに基づく様式に基づいてですね、登園届というものを今出していただいているところでございます。まあ、学校義務教育においてはそれに対する費用の補助というのはございますけれども、保育所また幼稚園についてはそういう補助については市の方で今実施してございません。で、費用につきましてはやはりあの主治医、まあ、そのかかりつけ医によってですね、若干、料金の形態が異なってございます。まあ、細かいところまで調査してございませんけど、まあ、主に500円から1200円ということで、まあ、そのかかる医師によってですね、その証明書の値段が違っているというのは実態でございます。
池田議員。私はですね、こう医療機関によってね、やっぱ料金が違うっていうことがね、やっぱおかしいと思うんですよ。いただいた資料の中ではですね、日野市は無料ですよね。で、補助金を出しているところもいっぱいあります。荒川区でも私立区立関わらず幼稚園、子ども園、保育園、小学校、中学校みんな無料なんです。多摩市もですね、ぜひね、やっぱりこの医師会とちょっとに協力していただいてですね、この辺をぜひね検討していただきたいと思うんですけども、それいかがでしょうか。中村子ども青少年部長。まあ、近隣の自治体によって、まあ、補助制度のばらつきもございます。まあ、金額、また、多摩市の方に実施していないところと、実施しているところのばらつきがございます。これについては、やはり、まあ、学校の義務教育での登校の許可と、まあ、保育園での登園の許可というところの位置づけの違いとございます。ただ、保護者にとって同じ病気でもかかった医師によって値段が違うというのは、やはり、納得できない部分があるかと思ってございます。で、これについて、まあ、補助をやるかやらないかではなくて、今、これからですね、例えば医師会と調整させていただいて、統一料金が設定できないかということは、医師会と相談になっていただき、できることから進めていきたいというふうに考えてございます。池田議員。はい、新システムも、ね、できることですので、ね、ぜひ、ね、全ての、お子さん、多摩市の子どもなんだというところの中 です、ね、検討をお願いして、一般質問までいたします。ありがとうございます。池田恵子議員の一般質問は終わりました。次に石渡明議員の発言を許します。10番石渡明議員。はい、10番石渡明でございます。通告に基づき2問ご質問申し上げます。1、改めて地域の公共施設のあり方を問う。多摩ニュータウンは歩行者と自動車が完全に、交わることがない安全な歩車分離、また2つの小学校と1つの中学校を単位とした住区ごとの整備を特徴に今日まで成熟を重ねてきました。その一方で4市の新住区域、新しく住むと書きます、新住区域のみで30万都市を想定し、多摩センターは単に多摩市だけではなく、多摩ニュータウン全体の表玄関、といった位置づけから次々と建設された豪華な箱物の維持管理が大きな負担となっています。ニュータウン再生が課題の中、コンパクトシティの名のもと、駅地下に機能集約をという声がニュータウン再生検討会議でも出されています。ニュータウン再生にあたっては、リニアや2020年オリンピックにおける巨大な公共工事の波に飲み込まれることなく、この町に集い住み、今後も次の住処として住み続けたい市民の視点を持つことが何よりも重要だと考えます。身の丈に合った公共施設の在り方に関しては、都都に床面積の縮減、機能集約が言われています。前者はこうした植物的な概念のみで公共施設の在り方が考えられていいのか、後者においてはすでに機能集約を果たした施設をどう考えるのかという問いかけがあり、そうした問いに対し行政がきちんと答えることが大切です。ニュータウン再生と公共施設の在り方をめぐっては、まさに市長2期目にあたっていかに良き市民共同を構築するか問われています。そうした観点から以下お尋ねします。1、地域の施設の役割、とりわけ複合館のように機能の集約した施設で見ると、今後待ったなしの超高齢化を控え、まずは1、高齢者の生きがい作りを担う側面が極めて大きいと考えます。さらに2、社会教育活動の拠点、3、防災拠点、4、多世代交流コミュニケーション醸成など、その果たす役割は多岐に上ります。住区に基づいて整備された公共施設の必要性への認識をまずお聞かせください。2、公共施設の在り方をめぐっては、最初に入っていた学校跡地等を除いて再構築したように、地域で大きく広がる道理に沿った施設存続を望む声に応えて、そうした施設は一旦廃止の対象から除いたらどうでしょうか。市長が行っている話し合いの継続は大変重要ですし、誠意ある対応でもありますが、一方で一定の前進が必要です。市長のお考えをお聞かせください。3、超高齢化を目前に学校跡地の活用を含め、介護・医療との連関で今後の道筋をどのようにお考えですか。大きい2問、市職員の健康問題を問う。このところ、市職員の不祥事が続きます。また、心の問題を抱える職員も決して少なくないようです。市職員は市民全体の奉仕者としての重要な職責を担っています。そうした責務をきちんと果たす上でも、職員が精神、肉体ともに健全であることは必須です。市役所と教育委員会において、こうした問題、とりわけ心の問題について、どのようなケアがなされ、また必要な人材育成に関して、どのような手立が実践が行われているのか、過剰な仕事になっていないかなどを確認したいと思います。
丸一、心の問題では真面目な人ほど私は大丈夫と考えがちです。 SOS のサインを見逃さず早期に的確な手当てを取ることが必要だと思いますが、カウンセリングに際して特に重点的に取り組んでいることがありますか。また心の問題に関して全庁的な取り組みで効果を上げていることがあればお聞かせください。丸二、人員配置は適材適所が人材を生かし人材にしていくためにも必要だと考えます。どのように適性を見極め必要な場所に必要な職員を配置していますか。丸三、超高齢化、年金の削減や働けない人の増加が進む中、福祉のセクションの補強が今後ますます重要になると考えます。お考えをお聞かせください。丸四、子どもを育む学校現場において教員が健康であることは大変重要です。教員が雑務に追われることなく子どもたちとしっかり向き合うためには市教委が取り組んでいること、また都教委に要請していることをお聞かせください。丸五、職員はジェネラリストであるのみならず専門の分野ではスペシャリストが必要です。特に今後のインフラの耐震補強など土木関係では若手の育成が課題です。現状と今後の取り組みをお聞かせください。丸六、非正規の働き方が必ずしも悪いとは思いません。パートタイムを希望する方もいらっしゃいます。一方で非正規を完成ワーキングプランにしないことが重要です。非正規であっても気持ちよく誇りを持って働ける職場環境の醸成と賃金体系の構築で具体的な取り組みがあればお聞かせください。以上、ご答弁をいただいた後再質問させていただきます。はい、安倍首相。それでは石渡議員のご質問にお答え申し上げます。 1-1 についてお答えします。ニュータウンの開発とともに住区ごとに小中学校を建設してきた経緯はありますが、多摩市として計画的に住区ごとに公共建築物を整備してきた経緯はありません。教育、子育て、福祉、コミュニティ、防災など分野別に時代背景や社会情勢の中で公共建築物を整備してきました。第5次多摩市総合計画に記載している通り、コミュニティセンターはコミュニティの拠点として、学校はコミュニティの核として位置づけています。これらの施設が地域にとって重要な役割を担うものと考えます。また住区によっては公共施設が比較的遠くなるところでも公共施設の跡地等を活用して用をなす工夫もできるものと考えます。今後も市民の皆さんとの対話を重ねながら公共施設の再編を進めていきます。丸二についてお答えします。多摩市公共施設の見直し方針と行動プログラムは、その策定に至るまでに多くの市民の皆さんのご理解とご協力をいただいてきました。全国的な公共施設の更新問題に対する認識の向上等にも促され、行動プログラムの必要性については現在に至るまでにかなりのご理解をいただいているものと認識しています。行動プログラムの内容について一部市民の皆さんには不安を生じさせてしまいましたが、ご理解をいただきつつ合意形成をしていくために丁寧な話し合いの場が必要であると考えます。丸三についてお答えします。行動プログラムの期間である平成26年度から平成35年度までの間にも、多摩市の高齢化率はさらに高まるものと想定しています。これと同時並行で公共施設の再編を進めていくことになりますが、再編後にも地域の公共施設は多く残ります。これらの施設が超高齢社会への対応に役立てることが可能であると認識しています。併せて学校跡地施設をはじめとする公共施設の跡地施設についても、必要に応じて民間活力の活用等によりさまざまな対応が図れるものと考えます。次に 2-1 についてお答えします。心の問題では個々の職員の状況に応じ早期に的確な対応を取る必要性があると認識しています。そのため多摩市ではメンタル不調者の早期発見早期対応を図るため相談体制を重点的に充実してきました。具体的には平成21年度から産業医、臨床心理士、保健師による相談が受けられるようになっています。また全庁的な取り組みとしては毎年職員に対しメンタルヘルス研修を行っており、特に係長職以上の職員については疾患制での受講としています。このように相談体制の充実や研修による職員のメンタルに関する知識の向上により、職場におけるメンタル不調者の早期発見早期対応に努めており、職員の心の健康保持に一定の効果を上げていると認識しています。丸2についてお答えします。行政には常に最小の経費で最大の効果を上げる使命が課せられています。人員配置についても限られた人員の中で
最大効果が得られるような適材適所への職員配置が非常に重要と考えています。このような人員配置を実現することで第5次多摩市総合計画の実現に向けた実行力ある組織体制を構築するため、平成26年3月に多摩市定員適正化計画を策定いたしました。組織人員体制の見直し、人材育成や多様な任用の活用など計画に掲げた取り組みを推進し、職員一人一人の能力を最大限に生かした行政運営を目指していくものです。具体的には適正なジョブローテーションや研修、職員への移行調査などを通して職員の適性を把握し、また人材育成基本方針に基づいて自立した職員を育成し、職場の気概のさらなる発揮の実現や組織が総体として力が発揮できるよう各職員の適性に応じた職員配置を行っています。丸3についてお答えします。本市の高齢化率は約 24% となっており、国や党をはるかに上回る速い速度で高齢化が進展してきていることに伴い、生活保護費や障害福祉サービス費など福祉と医療に関わる扶助費も年々増加してきており、生活保護受給者や障害福祉サービス受給者なども増加、またサービス内容も細分化され福祉の業務にかかる負担は大きくなってきています。このような中で社会福祉士資格を有する職員を採用して福祉分野に積極的に配置したり、生活保護に関わるケースワーカーや査察指導員及び障害福祉事業の業務増対応に伴いそれぞれ増員し、限られた人員の中で必要に応じて対応を図ってきました。今後とも各部から人員体制について抱えている課題や業務量などを確認しながら、非常勤職員の活用も踏まえて総合的な対応を図っていきたいと考えます。丸4については教育長がお答えします。丸5についてお答えします。今多摩市では多摩ニュータウン区域の急速な都市化と人口増加に対応するため採用した多くの職員が一斉退職期を迎えています。その中でも専門的職種である土木技術職員については今後10年で42名中25名が定年退職を迎えることとなります。これに対応するため平成20年度より毎年度土木技術職員の新規採用試験を行い、土木技術に関する専門性と実務経験のある社会人経験者を含め13名の職員を採用いたしました。土木技術職の業務においては設計、現場管理、住民対応など採用後に習得するスキルも多く、一定の業務経験とベテラン職員からの知識、技術の継承が必要であると認識しています。また、採用後においては研修事項のほか、配属先の所属長が育成方針を作成した上で、職場全体で育成する体制をとっています。今後においては、業務マニュアルの作成や、若手職員が豊富な行政経験を持つ再任用職員や、ベテラン職員から業務に関する指導と伝承を受けられる職員配置と組織体制を構築していくことで、引き続き職員の育成に努め、市政の課題に対応できる組織の維持・強化に努めていきます。丸6についてお答えします。臨時職員等非常勤職員の処遇改善については、賃金・報酬の額及びその他の勤務条件を定めた条例を制定し、平成24年度より施行しています。この条例化にあたっては、先に制定された多摩市公契約条例の労働報酬加減額なども考慮しつつ、臨時職員についてはすべての職種について時間単価80円以上増額し、非常勤一般職員については通勤費を制度化するなど大幅な改善を行いました。また臨時職員には年次有給休暇など必要な法定休暇を設けています。非常勤一般職員及び嘱託職員には常勤職員とほぼ同様の休暇制度を設けています。このようなことから、本市の非常勤職員の処遇については26市の中で上位に位置しており、働きやすい職場環境であると考えています。以上です。はい、清水教育長。
2-4 についてお答えします。学校保健安全法第15条に基づき、学校の全教職員の健康診断を実施し、生活習慣病や結核の早期発見、早期治療等に努め、健康の保持増進を図っています。また消化器系検診も希望者を対象に実施しています。多摩市では医師会の協力のもとに学校産業医を配置し、教職員が希望により健康相談を受けることができる体制をとっています。平成23年度からは東京都教育委員会が検診の機会を利用して教職員のストレス検査を実施しています。以上です。石渡議員、はい、ご答弁ありがとうございます。それでは再質問に入らせていただきます。この公共施設の問題はですね、単に面積の問題というわけではなくて、とにかく今後高齢化していく、もう 超高齢化していく中で、やっぱりそこに住むお年寄りがどれだけやっぱり生き甲斐を持って生きていけるかというような、そういう問題を当然はらんでいると思います。それと同時にやっぱり居住者の年齢バランスなんかどう取っていくのかという問題もそこに、付随してくるわけですね。それと同時にやっぱり財政が厳しい中で、今後橋梁や公園、緑ですね、こういったものの管理、防災拠点としての市役所をどうするのか、あるいは図書館本館どうするのかというような、こういう大きな問題もあります。そういった中でですね、今多くの人が住む小玉ニュータウン、元はといえば国の住宅施策として国策としてスタートしたわけですね。ですから、そういった意味でですね、やっぱり今後とも国 UR 東京都にはきちんと最後まで責任を持ってもらうということが必要だと思います。で、今回はですね、今後を見据える観点から、今年の3月に多摩ニュータウン再生検討会議がまとめた多摩ニュータウン再生シナリオ、これを使ってですね、ちょっと考えてみたいと思っております。で、いずれにせよですね、今ある公共施設、この公共施設というのはもう本当に何度も言ってますけど、単なる箱ではないということですね。で、こういう公共施設について、この再生シナリオもですね、なかなか上手にまとめておりましてですね、例えば3ページから4ページまでに向けてはですね、再生に向けた視点ということで、配慮すべき6つの事項を整理しているんですね。で、その中でですね、例えば近隣住区ローンを踏まえた計画的に整備された町であるというようなことや、あるいは団地再生に合わせて多様な主体が連携し、合意形成を円滑化する仕組み、こういうのが必要ではないかというようなことが書かれております。それからこの視点の4のところにですね、地域コミュニティの活性化や自律的な地域活動を支える仕組み作りが必要だというようなことも書かれております。それから次5ページに行きますとですね、再生の目標として、地域コミュニティのことが書かれておりましてですね、ニュータウンでは建設は終わりました。そして住区に応じて、住環境は整備される。そして、その後、初期入荷から40年以上経過し、町は成長から成熟の段階を迎え、長い年月をかけ地域コミュニティが育まれるとともに、ニュータウンから多様な主体によるこの町づくり活動が展開されつつあるということで、現在進行形で書かれております。こういった部分でですね、このシナリオを見ましてもですね、やはりそのコミュニティというもの、一つは住区という哲学、それからコミュニティというコミュニティや市民活動自体とそれを保障する場の重要性というのはよくわかると思うんですね。で、そういうものっていうのはやっぱり単にお金がないからやめるんだというような性質のものではないと思うんですけれども、その点について、お考えをまずお聞かせください。はい、飯高企画政策部長。はい、もちろん今回のいろいろな見直しにあたっても、コミュニティっていうものは大事にしていくというところは根底に持ってございます。単にお金がないから見直すということではなく、ある意味賢く縮むといいましょうか、そういったところで目指しているところでございます。石渡議員。はい、賢く縮むという、ね、言い方、表現はなかなかあれだなと思いますけど、いずれにせよですね、この間、40年近くたって、うちの海鳥豊川家畜の40年、以上経ってですね、40年近く経ちましてね、本当にそのコミュニティが醸成されてきている。そしてですね、やはりこの施設をどう考えるかというときにですね、やっぱりあるべきもの、今あるものを徹底して手を入れて活用していくということも非常に重要だと思うんですね。で、
この、私たちの住む多摩市というのはですね、東京都が4年ごとに出しているあなたの町の地域危険度という冊子でも非常に高い強化な岩盤を持っているということで、毎回非常に成績いいですよね。そういう岩盤の強さというのも一つセールスポイントになっているというのは繰り返しこの議場でも明らかになっていることだと思うんですけれども、でその上で、なおかつ複合感というのは極めて高い IS 値を誇っていると、構造が比較的単純なものですから複雑な形をしていないんでね、余計そういうことが言えると思うんですけれども、やっぱりね、こういう施設こそ3億円かけても維持する方がいいんじゃないかと思うんですね。でこれ結局壊して育ちにして種地にしますというふうに書かれているんですけれども、行動計画の方ではね。しかしやっぱりこういうのをやっぱり古くなった管を交換して、IS 値は高いわけですから耐震補強の必要もないわけですし、そういうことが必要なんじゃないかと思うんです。それともう一点確認したいんですけれどもね、市長の第一答弁で計画的に10ごとに整備した経緯はないという言葉があったんですけど、では行政側としては複合館というものをどう位置づけているものなのか、それを合わせて確認したいと思います。渡辺施設政策担当部長。まず前段の複合館のあり方といいますか、現状の複合館、IS値も高いという中で、どういうふうな考え方でいくのかというようなことでございます。今回のプログラムの中では、今回、こういう複合館を更新する段階では、市のお金で更新するということではないですというようなお話をさせていただいているところでございます。でまた、超高齢化進んでくれば、ソフトのサービス、またコミュニティというものはより身近なものになってこなければいけないだろうというふうに考えてございます。また、ハードの部分は一定の集約をさせていただくというのも、この考え方ではないかというふうに考えているところです。今、地域の方たちとは、この一点の複合館ということだけではなくて、この地域で複合館が果たしている役割、それから機能、で今後、また超高齢化が進んでいく中で、どのような機能が必要なのかというようなところで、真摯に意見交換をさせていただいているところでございます。今までの3回の中では、どちらかというと、双方のこういう考え方ですというようなところでありましたけれども、今回4回目につきましては、市民の方々からもこういうことをお聞きしたいというようなテーマもこちらの方にいただいているところでございます。これから日程等の調整でございますけれども、そういう中では十分にその辺のお話し合いを積み重ねていきたいというふうに考えているところでございます。あと講談。行政上です。はい、渡辺施設政策担当部長。はい、複合館の考え方というところでございます。熟論の話が出ました。ニュータウンは熟論の中でさまざまな形で計画がされてきたというような経緯がございます。その中で第一答弁でもありましたとおり、小中学校、それから近隣センター、それから公園等については計画的な配置がされてきたという中で、複合館等につきましてもその時々の行政の計画の中でこういうものが必要だろうということで、その地域に建設をしてきたというような経緯だというふうに考えてございます。石渡議員。なんかすごいあやふやな位置づけなんですけれども、これはですね、平成16年に当時の都市計画が出した多摩ニュータウンという冊子なんですけど、これの9ページにはですね、公益的施設配置計画というのがありまして、この中でこのほか日本市独自の地域的施設として児童館、図書館、老人福祉館および地区市民ホールなど一つの建物に集約した複合施設の整備を実施しておりと書いてありまして、でその下に表があるんですね。でこの表の見出しにはですね、種類別というので、例えば社会教育施設や社会福祉施設というのがありまして、住居及び地区的施設として、公民館、図書館、児童館、老人福祉館というのが入っているんですね。だからこれはやっぱり当時きちんとその住居及び地区的施設として位置づけがあったんじゃないですか。はい、はい、どちらですか。はい、はい、はい、私、はい、長尾都市整備部長。はい、
まあ、都市計画、私どもの方で作成したパンフレットの内容についてのお尋ねということで、私の方からお答えさせていただきます。まあ、多摩ニュータウンにおいて、まあ、近隣住区ローンの中で整備したというのは、市長の第一答弁にあるように、公園、学校、一定の施設というところにとどまっております。それ以外の施設については、市の独自計画によって、整備したものであって、ニュータウンの住区計画ローンに基づいて整備したものではありません。これはまず一つ確認です。それからこのパンフレット16年にできているんですけれども、実は、多摩市の総合計画もいろいろ変遷がございます。平成13年の段階で、第3次の総合計画、これを作ったときにですね、各住区ごとに全部施設計画を立てたという経過があります。そして、第4次第5次という中でそのゾーニングやなんかの見直しも行い、その整備単位自体が変わってきているという話はご理解いただけると思います。そしてこのパンフレットに載っているのはですね、この多摩ニュータウンを紹介するパンフレットです。これはで今どういう形で、この町が作られていて、この町がまあ、言ってみればどんなに素晴らしい町になっているかということを PR するためのパンフレットでございますので、そのようにご理解をいただきたい。これに基づいて整備をしたということではないです。多摩市の公共施設についての配置計画はニュータウンの整備計画ではなくて、あくまでも市の総合計画、あるいはそれに連なる各施設の部門別計画、こういったものに基づいて整備がなされているというふうにご理解いただきたいと思います。石渡議員、パンフレットであるからこそですね、公益的施設という極めてパブリックで必要性の高い施設なんだなというのが分かる。そしてそこに住居地区的施設ということも書かれているわけですから、そういう意味でやっぱり複合館というものの位置と位置づけというのを住居計画に基づかないから低いんだというようなことにはならないと思うんですね。でやっぱりそういう意味でですね、この複合館というものをきちんと捕まえていただきたいと思います。それと先ほど渡辺部長の方でですね、複合館だけじゃなくてというようなお話もありましたけど、まさにそうなんですよね。で今回この複合館がなくなりにあたっての現実的な問題としては、その複合館がなくなった場合のその利用している人たちの行き場がなくなっちゃうんですよね。で当然前回の質問に対しては当時の斉藤参事が、拳館同じような機能を持っている拳館を利用してくださいと、でぎゅうぎゅうになったらお互いに譲り合ってくださいというようなご答弁だったんですけど、今拳館というのは所管のご案内のとおり非常に利用率は高いわけですよね。でちょっとその譲り合って使えるような状態じゃないわけです。そしてまたじゃあもし複合館と一緒になるんだったら、じゃあ増築するんですか、あるいはもう使わなくなったお風呂改築してお部屋するんですかというと、そういうようなことは一切しませんということになっているわけで、やっぱり現実問題として、行き場がなくなる、あぶれちゃうというような問題があると思います。そしてまた複合館の場合はですね、拳館はお風呂なくなりましたけど、複合館はまだ古いタイプお風呂があります。でそういう時ではいざという時に拳館いない機能を発揮できるわけですね。そういった点どう考えているのか改めてお聞きしたいと思います。渡辺施設政策担当部長。海鳥豊ヶ丘地区には拳館というコミュニティセンターもございます。そちらもご利用していただければというふうには考えているところでございます。また身近なところでは、集会所というようなところもあろうかと思います。ただ、今回の、この行動プログラムにつきましては、34年とそこまでの間にどういう形でその地域のそういう、要望でありますとか、それからさまざまなそういう機能をどういう形で移していけるかいけないのかということ、そういうことをお話し合いをさせていただきたいというふうに考えてございますので、そういう中では地域にある、廃校施設でありますとか、または、そういうものの、利活用も含めてどういう形がその地域に必要なのかというところを、話し合えればというふうに考えてございます。石渡議員。はい、地域の特性としましてですね、いくつか挙げられると思うんですけど、まず豊ヶ丘というのはここだけ公共施設がどんどん減っているんですよね。今あるのは豊昇と複合館だけ、複合館がなくなると北側の豊昇だけになっちゃいますよということ、それから豊昇跡地にはそこに住む人たちがもうぜひ来てほしいと渇望したわけではないヴェルディが来るというようなことがありましてですね、でその一方で豊中の跡地はまだどう利活用するかは未定だと。
で、いや、あの図書館はなくなりますけど、星稜中学校で予約本受け取ったり返却できますよとおっしゃるんですけれども、これは図書館とは全く違うわけですね。また福岡利用の方の中には落合在住の方もいらっしゃるわけですけれども、こういった方々にとって星稜中学校はもう相当遠い場所になってしまうと。でやっぱりこういう特性化で単純に福岡をなくすのではもうやっぱり住民の方は納得しないということ、これは改めてあの強調しておきたいと思います。あのご答弁は結構です。今後本当に真摯に地元の方と話し合いを積み重ねて、その中で市民共同の中で一定のきちんとした結論を出していただきたいと思います。それからですね、今あの南豊昇が出たんですけど、これ今ウェルディさんがね今後、まあ、整備していくということで、これにちょっとついてちょっと確認したいと思います。3点確認します。まずあの都との補助金ですね。これはクラブハウスが900万、人工芝4800万、照明等の整備1600万という合計7300万というお金がね、振る舞われたということなんですけれども、まず第一にこれが満額か否かということ、2点目としてもし満額でないならば残余は1財を充てるのかどうかということ、そして3つ目、耐震補強をするはずの体育館が受却になった背景についてお答えください。時田企画政策部参事。まずあの1点目の満額か否かというご質問にお答えします。あの先ほどご質問者申しましたように、交付額としては7300万で、一方で申請額としましては7925万円で申請をしております。総額としましては7925万に対して7300万、まあ、約 93% をいただいております。まあ、内訳につきましては、まあ、それぞれではございますけれども、3項目ございまして、まあ、クラブハウスの改造、まあ、校舎改修ですね、こちらについては 80% の交付、また人工芝生化の新設、これにつきましては 100%、またスポーツ競技関連、まあ、これは照明施設、防球ネット等ですけれども、これについては 80%、ただ総額としましては 93% の交付をいただいているところです。で残りの約600万程度ですか、まあ、それについてあの市の補填をするという考えはあるかということでございますけれども、こちらの不足分については、現在、東京グリーンスポーツリンクの方が、東京都サッカー協会の方と調整を進めております。まあ、現時点におきまして、まあ、そうしたことから多摩市として補填する考えは持ってございません。であと3点目、体育館ですね、あの体育館の解体に至った経緯ですけれども、こちらにつきましては、まずあの1点目、あの校舎の利用が1、2回、まあ、当初は東京ベルディ、東京グリーンスポーツリンクの方で活用するところでありましたけれども、まあ、ある意味災害時にサッカーはいたしませんので、まあ、そういった時には校舎1、2回の大部分を共用していただけると、まあ、そうしたことから体育館よりもまず避難面積が多い、また体育館よりも校舎を使った方が断熱性が高い、またライフラインが生きていれば、またもしくは復旧すれば、温水と、そういったものの利用も可能といったところから、やはり校舎を使った方が利用勝手が良いといったところから、校舎の活用で、そういったところから、体育館については、今回解体ということで考えさせて、議案にも提案させていただいているところでございます。石渡議員。2点確認したいんですけど、耐震補強するのと受却するのとで財政的な負担はどう違うのかということと、あとは図書館じゃない、体育館、避難場所としては体育館を使った場合に比べて、教室を使った場合、大体面積的にはどのぐらいなるんでしょうか。はい、時田企画政策部参事。まず1点目、費用でございますけれども、まず体育館撤去に関しましては、今回の補正にも挙げさせていただいているところでありますけれども、約3550万ということで計上しているところでございます。また一方で、体育館の耐震化、またこちらには屋根の改修であるとか、外壁の改修、またどうしても日常利用をしようとなりますと、床の張り替え等がございます。こちらにつきましては、概算ではございますけれども、約1億3000万円かかるものと試算しております。また面積の違いでございますけれども、体育館については約700平米ございます。でまた一方、校舎1、2階、こちらについては、トイレとシャワー等ありますけれども、延べ床としましては約2000平米ほどございます。石渡議員。そうしますと、体育館で雑魚寝をするよりかは、断熱性もあるし、面積も多くなるということが分かりました。それではですね、引き続き再質問させていただきたいんですけれども、いずれにせよですね、今回、話し合いを継続ということで、4回目の話し合いが
行われるわけですけれども、僕はやっぱり、その何ていうのかな、名誉ある撤退といいますかですね、この行動計画を作ったときに最初は学校跡地等というのが入ってましたよね。でこの学校跡地等というのが入ってこれは50億何がしだということだったんですけれども、結果的にはこれを削除しまして、現行の、効果額は34億2000万円だと思うんですけれども、そういうふうになりました。でそういう意味ではですね、やっぱり言ってもういやもうこれはこれを話し合いの前提として、もうこれをなくすんだというのではなくてですね、やっぱりその話し合い、34年まであると言ってるわけですからね、話し合いの中で変わってくることもあり得るというようなですね、立場に臨んでいただきたいと思うんですけど、その点はいかがでしょうか。渡辺施設政策担当部長。まず一点、高価格の50億の学校跡地の関係でございますけれども、あれをあそこから外したということに関しましては、いかにもあそこで売却をして50億というようなふうに取られかねないというところもございますので、そういう部分では外させていただいたというような経緯でございます。それから、今後話し合いの、その成果がどうなのかというところでございますけれども、本計画に関しましては、行動計画でございますけれども、一定の節目節目で見直しをしてまいりたいというふうに考えてございます。その時点での到達点というようなものも、反映できるものに関しては、その中に反映をしてまいりたいというふうには考えているところでございます。石渡議員。はい、ぜひですね、叩き台ということですんでね、そういう形できちんと地域の声なんかも、いろんな意見あると思いますんでね、それを丁寧に作り取っていただきたいと思います。それでですね、この再生シナリオっていうのは、ニュータウン再生方針を作るにあたっての叩き台だということなんですけれども、これ言いますとですね、いわゆるコンパクトシティっていう概念が出てくるんですね。要するに駅から2キロまでの圏域と、その2キロを超えた圏域ということでですね、で福岡があるところなんか2キロを超える圏域になるんですね。でこれはね、市長にぜひお聞きしたいんですけれども、やっぱり2キロを超える圏域、そしてそこにも人々が住み、コミュニティがあり、子どもたちもいる、でそういうところをですね、やっぱり駅から離れている、機能は全部駅前に集約しますということであると、特に高齢化が進むと、もうだんだん外に出るのが億劫になってきたりするんじゃないかと思うんですね。で実際にバスが通っていても、結果的には限界集落化していくような、ね、こともあるんじゃないかということが危惧されます。で、そうしないためにしないために、そして市長がいつも言っているように、みんなが笑顔、命輝き、にぎわう街、多摩を作るためにはね、そうさせないことが必要だと思うんですけれども、そういった部分についての市長のお考えがあればお聞かせください。長尾都市整備部長。ニュータウン再生のプログラムの中でお示ししているその、コンパクトシティのイメージがございます。これは駅周辺のところにできるだけその徒歩圏内のところで住めるような形、そして人口が減少するという客観的な事実がありますので、中高層の住宅であれば空き家が増えていくか、さもなきゃ低密度にするかという選択になるというふうに考えております。で低密度にするということで今回ご提案を申し上げているわけです。で、その外周部がその限界集落化するというよりも、その元気な若い方が広い家を必要とする家族連れが外周部の方でもって、広いお宅で、暮らしていく、でご高齢の方は利便性の高いところにお住まいいただくということで、双方がそのバランスが取れるような形に持っていければということです。ただこの取り組みは相当な年月がかかることも事実です。ですので今回の移行のシナリオの中でも、その移行するにあたってのその段階的な中間領域的なものも含めてですね、これは都市構造を変えていくという部分でのご提案でございますので、そういったところでは合理的な検討をしていくと、そういうような結論に落ち着くだろうということでご提案をしているというところでございます。石渡議員。はい、元気な若い人はね、少しぐらい不便でも遠いところでも広いところっていうのは、ちょっと私ね、あまりにも非現実的な感じがするんですね。若い人こそ今駅近なんじゃないですかね。今度また多摩センターに19階建てのファミリーマンションできますけれども、諏訪2丁目の建て替えでも結構若い人が入ってきて、やっぱり駅近の方が特に今
残業が多くなってね、遅くまで働いてるとやっぱり帰ってきてすぐ家に着きたいという、そこからバスも通わないというのはちょっと非現実的じゃないかなと思いますけれども、まあ、するとですね、やっぱりその駅近で便利っていうのは元気な人なんですよ。お年寄りはまず駅近に行くまでが大変なわけですよね、お家からね。で、そういう意味ではですね、やっぱり住区というこの住宅哲学をですね、やっぱりきちんと踏まえることが重要だと思います。それとですね、2キロ圏外に私も住んでるんですけれども、とにかく UR の家賃が高い。で、これはですね、市長も第3回目かな、再生検討会議で UR の担当者の目の前にですね、もっと安くしてくださいとおっしゃってましたけれども、これはね、本当にね、きちんとね、要求してほしいと思うんですね。で、僕今住んでるところは昭和51年にできて、52平米ぐらいで月7万5000円なんですよ。で、教育費別ですね。それで公社、東京都住宅供給公社ね、これ例えば多摩ニュータウン上遊戯団地というのがあるんですけれども、ここがですね、 3LDK 77平米で6万3000円で、もうちょっと狭い73平米だと6万円切って5万9700円上遊戯で、しかもね、平成8年できてるんですよ、いや、上遊戯だけじゃないですよ、他でもいいですよ。蓮生寺だってそうです。蓮生寺団地だって、ここは少し高いですけど、でも72平米でも72平米で6万9000円、7万円切ったわけですよね。7万円超えるなんてないわけですよ、そのこの公社住宅はね。そういう意味でやっぱりね、この UR に対してね、金棒同士という虚妄の概念で高家賃を維持するのではなく、真っ当な家賃にしなさいということをね、力もしっかり言うべきだと思うんですけど、いかがでしょうか。長尾都市整備部長。はい、はい、今議員の方からお話になったこと、これは私ども、もう市長ももちろんですけれども、私どももまあ、ことあるごとに UR の方にもですね、お願いをしておりますし、時にはその文書でもって、正式に申し入れを行うというようなこともやっております。で、やはり経済原則の話ございますから、本当を言うならばですね、あまり高い家賃やってると本当にお客がつかなくなるということもあるはずなんですね。ですから、UR の方にもちゃんとその住宅経営者としての、まあ、その見通しと、それから住民というものをもっと考えた対応をというところをですね、お願いをしていきたいというふうには考えております。はい、ごめんなさい、石渡議員。はい、失礼しました。あ、そうなんです。実際にですね、これ昔多摩市が出した多摩市公的賃貸住宅基本計画があるんですけど、これ見ると空き家率が 4% というような形になってるんですね。で、そのぐらいだったらいいんですよ。今ね、平均で、まあ、15% とか 20% 多いところだと44戸中16戸が空いてますとかですね、そんなのもあるわけですよね。で、やっぱりね、この空き家っていうのは空いてると空いた時点からどんどん劣化していくわけですよ、人が使わないとね。だから UR も定期的に手を入れざるを得ないというようなことでね、そういった意味でやっぱりね、金棒同士なんていうね、そういうものにしがみつかないというね、やっぱりそのためには本当にそういうのじゃなくて、きちんとした家賃設定にしなさいということを、さらに今後とも言っていただいていただきたいと思います。で、真似さんですね、超高齢化なんですけれども、これについてはですね、第一答弁で、第一答弁でですね、例えば、公共施設の跡地を活用して用をなす工夫もという言い方があるんですけど、これは具体的にはどういうことなんでしょうか。渡辺施設政策担当部長。まあ、平たく言わせていただければ、さまざまな形で公民の連携ということもあろうかと思います。まあ、これからお話し合いをさせていただいていく中では、超高齢化の中で本来もうちょっとこういう機能が欲しいとか、本来はこういう機能に移っていくべきじゃないかというような議論もあるんではないかというふうに考えてございます。まあ、そういう中では、こういうところの連携をができるような、まあ、公民連携のものの中で、そういうサービス提供または機能が図られればというような考え方でございます。石渡議員。まあ、今地域にはですね、その存続の会というのもあれば、学校跡地の会というのもあって、まあ、他にもありますね、いろんな市民団体が今後この地をどうしていこうかということで、いろいろ知恵を出しています。で、先だっても
社交住それとも 有料老人ホームということで、そういったサービスを提供している民間業者を呼んで、また多摩市からは伊藤高齢支援課長を呼んで、まあ、こういう学習会やりますよというのがファックスが来ました。非常に積極的にいろんな人が活動しています。で、まあ、そういった中でですね、やっぱり重要なのはですね、このシナリオに出てますけれども、8ページ出てますけど、コミュニティ、子育て支援、高齢者、生活支援等の地域に貢献する場の誘導を図るというようなことが出てますけれども、まあ、それで今ね、官民共同ということも言われました。で、まあ、私もね、確かにその民間が絶対悪い悪なのというつもりはないんですけれども、ただやっぱりね、そこに住む人に対してはやっぱり行政がきちんと、ね、責任を持つということは、これはもう絶対必要だと思います。その上でですね、やっぱりそういったコミュニティの情勢、あるいは子育て施設どうするか、例えば市川市なんかでも学校跡地を活用して、特養医療機関、保育園等々整備したような例があると思うんですけれどもね、まあ、そのやり方がいいか悪いかではなくて、まあ、そういう例があるということなんですけれども、そういった中で例えば行政の方で気がつかない市民側のニーズなんかもあろうかと思います。そういった意味でですね、市民団体との意見交換や市民説明会とかワークショップとか、そういうのをまた今後豊中に関してもですね、行っていくことが必要だと思うんですけど、その辺の市民意見の集約について今どのようにお考えか、道筋をお聞かせください。渡辺市政策担当部長。市民の方々、さまざまなご意見、またアイデア等をお持ちだというふうに考えてございます。その中では、まあ、丁寧にお話をしていく中では、さまざまなアイデア、または、その地域に関連するさまざまな施設についてもご意見があろうかと思います。まあ、そういう時々に応じて、まあ、ご意見を伺うような、そういう仕組み作りもしてまいりたいというふうに考えてございます。石渡議員。はい、ぜひね、実効性のあるそういう具体的な策を講じていただきたいと思います。で、まあ、この公共施設のあり方を考えるときにですね、いわゆる超豪華な建物が、まあ、今のところまだゼロ査定という問題がありましてですね、なかなか、悩ましいんですね。それで、まあ、パルテノなんかにしてもあんなのもいらないという人もいれば、僕なんかは割と愛着を持っている方なんですけれども、まあ、このパルテノをどうしていくかという、ね、ことを非常に悩ましいと思います。ただあれもういらないといってもね、じゃあすごいいい値段で買ってくれる人が業者がいるかというと、そういうことはまずないと思いますんでね、そういった意味でどうしていくかという、やっぱりそこでパルテノ自体もですね、いろいろと努力していただくことが必要だと思うんですね。まあ、より高い集客力とか、あるいはリピーターを増やしていくとかですね、またアテナ会員も増やしていくというような、そういったやっぱりたくましい力を獲得するということが必要になってくると思います。それと合わせてですね、やっぱり市内にある愛施設としてリタイアした、ね、市民の皆さんにどれだけ知っていただくかというようなことも非常に重要になってくると思うんですね。で、そういう意味では例えば太郎連なんかにアピールしていくようなこととかですね、そういったこともぜひやっていただけたらなと思うんですけど、そういったなんか、PR とか営業というかですね、どうなっているのか、また例えば親子連れを増やすというのも重要ですよね。親御さんに来ていただく、そしてまたお子さんが大きくなったら、お子さんにも来ていただくというようなことになりますので、で、例えばそういう時にですね、キッズファクトリーのお知らせなんかを学校で配ってもらうというような、こういうことが可能なのかどうかということ、また来館した保護者にですね、このカレンダーというのを今回作られたんですよね、こういうのを、どちらなのかな、その保護者の方に、配布するようなことも必要なんじゃないかと思います。それとですね、あと、まあ、一番悩ましいのはですね、自動演奏楽器ってやつですね、まあなんかイケイケどんどんでどんどん買っちゃったというのがありましてですね、で古い議事録を言いますと、ウィルヘルム2世皇帝陛下の寝室にあった楽器でございますなんていう答弁がありましたけれども、それでまあ資料をいただいたんですけれども、定期保守点検が年間189万6000円、それから修理とか調律で20万から40万ぐらい、まあ、経年的に見ると大体220万ぐらいかかっているということですね。それで23年度には大規模修理というのを300万近くやってるんで、合計500万かかっているということで、こういったまあ自動演奏楽器なんかもより積極的な活用が必要と思うんですけれども、その辺のちょっと今、取り組み状況をお聞かせください。東島暮らしと文化部長。失礼しました。まあ、パルテノンにつきまして、まあ、いくつか重ねてご質問ありましたけれども、まあ、パルテノンのファンを増やすということはですね、パルテノンの方でも非常に大切な事業であると思います。で、ご質問者の方からありました、
高齢者からあるいは親子にかけてですね、いろいろファンを増やしたいということで具体的な活動をしているところでございます。例えば多摩市の老人クラブ連合会については、マジックサウンドルームのパンフを配ったりですとか、あるいは訪問コンサートというものを各コミセン等をついてやっております。そうしたファンをつかむ努力を今後もやっていきたいということで伺っております。また子ども向けのイベントなど、若い世代にですね、親しみを持っていただくということでは、先ほど質問者からありましたキッズファクトリーというのがあるんですけれども、こういった児童館等にパンフレットを置いたり、あるいは夏休みのイベントチラシにつきましては、小中学校を通して、宣伝させていただいたりということで、なるべく多くのファンといいますかね、パルテノンを楽しんでいただけるという努力を、財団の方でも今後も続けてい、っていただければというふうに考えております。あと今年からパルテノン多摩ニュースにつきましては、全校配布に切り替えました。でそういう努力によって、ちょっと2割ぐらい売り上げが増えたという話を伺っております。でまた今パンフレットということで、お手元の。でそれにつきましては、資料要求がありましたので、カタログということで資料提供させておりますが、かなりちょっと立派なものなんですけれども、2500部作って37万2600円ということで、1冊あたり149円、150円ぐらいの、で内部のデザイナーが作りましたので、非常に安く仕上がりました。ただ、それの効果については、また財団の方でもしっかり効果測定をしていただき、今後の事業の中で、しっかり考えていっていただきたいというふうに考えております。また最後の自動演奏楽器につきましては、やはり非常に高価な品物が8点ほど揃っております。で先ほど23年度で500万ということがありましたけれども、これにつきましては全、楽器の中でですね、特に可動部分がやはり多いので、そういった可動部分の例えば不意語のものですとか、不意語の布ですとか、あるいは歯車の欠けている部分ですとか、そういったものを全面的に25周年を前にして整備をさせていただいた関係で、平成23年度は少し多額のお金をかけて、またこちらについてもパルテノン多摩の方ではアロマセラピーコンサートですとか、そういったいろいろな工夫で集客をしているところでございますので、マジックサウンドルームについても今後なるべくリピーターが増えるようにですね、事業を展開していっていただくように財団の方で、努力していくということでございます。石渡議員。自動演奏楽器いろいろあるんですけど、やっぱりピアノロールが一番芸術的には高い意味合いがあるのかなと思うんですね。で例えばそのフランツ・リストのピアノロールなんか残ったら、そのフランツ・リストを聴くとかね、そういうコンサートスタイルにしてやるとかですね、あるいは現にやってらっしゃるそのワインを飲みながら聴くとかですね、そういういろんなやっぱり多方面の部分でぜひいろんな検討していただければと思います。あとこれ僕もね、すごい立派なんで、一体いくらお金かけたのかと思った、先ほどね部長がおっしゃったような金額で、で一応1年を通じてということで俯瞰できるということで非常に便利ですし、これはこれで非常にアピール力あるのかなと思うんですけど、ただね、残念なことにね、ここに歩射分離の PR が入ってないんですよ。でやっぱりね、こういう館の中ではやっぱりその車の心配がなくね、小さいお子さんでも高齢者の方も安心して来館できるっていうのは非常に得難い特殊だと思いますので、ぜひそういうのもアピールしていただければと思います。あとミュージアムショップなんですけれどもね、いろんな写真集なんか売ってます。でやっぱりこれをもっとね、積極的に販売できないかなというのと、あとは多摩市には UR から寄贈されたいろんな歴史的な映像が VHS で残ってるんですね。
ああいうものを DVD とかブルーレイ化して、あそこの常設館の中外で売るとかですね、そういうことはできないんでしょうかね。東島暮らしと文化部長。ミュージアムショップの中の資料というのはですね、学芸員が25年間の成果が、非常によく集積されているところでございます。でそれでそういった書籍についてもやはり販売実績を上げたいということで、一つは毎年2月に郷土史フェアというのがやっているんですけれども、そちらの方に出展をしているのと同時にですね、多摩センターの丸善の上にですね、実は多摩地域のコーナーがあります。でそこに全部置いてあります。である本はですね、丸善の週間ランキング売上1位になったこともございまして、結構そういった形ではお目に留まっていると思います。また同時に、ホームページでは通信販売ということもやっておりますので、またこういった資料の販売についてはまたいろいろ努力をしてまいりたいというふうに思っております。あと映像ですね。それで、昔になりますけれども、やはりいろいろ UR 等から、あるいは東京都の建築事務所等々からですね、資料を集めてあります。で、ちょっと例は違うかもしれませんけれども、以前は玉浦音頭を復刻版を CD で出したりですね、そういったことをしているんですけれども、やはりどうしてもそういう映像音の関係というのは著作権というのがどうしてもあるので、その辺の整理ができればということもありますし、またどういった需要があるのかというところですね、その辺のところを十分しっかり踏まえてですね、財団の方には取り組んでいただきたいなというふうに思っております。石渡議員。はい、今団地フリークと言われる一軍の人々もいるので、非常に私は需要はあるんじゃないかと思いますので、それと先生はあそこの書籍なんかもね、非常に比較的低廉な値段で大変興味深くかつ歴史的にも意義のある本がたくさんありますのでね、ぜひ積極的に販売していただけたらなと思います。いずれにせよですね、本当にパレットもどうしていくかというのはなかなかこれだという決め手がなかなかないんですけれども、いずれにせよパレット自身もですね、やっぱり力をつけてさらに発展していく中でですね、自分たちで行って、賄えるようなね、そういう力をつけていただければと思います。それでは大きい2番の方に入ります。市職員の健康問題なんですけれども、今回ですね、いずれにせよ、このところずっとちょっと不祥事なんかも続いているんでね、どうなってるのかなということで、産業医の先生にちょっと聞き取り調査をさせていただきました。でこの先生は他の自治体とか会社なんかでも、産業医として働いている方なんですけれども、全体として多摩市は大変よくやっているというお話でした。それもですね、人事の方でいろいろと手厚くしているというだけじゃなくって、例えば復職の際にそれぞれのセクションの職員の皆さんがですね、やっぱり無理がなくきちんと復職できるように非常にこう協力してくれるというような、そういうこともお聞きしました。そういった意味でですね、メンタルヘルスに関するということでですね、平成20年から健康相談室開設、保健師が常駐、それから、相談日も増加して、3日から8日まで、それからカウンセリングを毎月2日新設というようなことでですね、で、産業医の先生なんかも増やしてきているということで、非常に頑張っているのかなという感じを印象でした。そうした中でですね、まず一つは繰り返しこの陥る人をどうするかということですね、こういう問題があると思います。それともう一つはですね、今若い人なんかは割とこのメンタルケアとかいうことであんまり抵抗感がなくて、ちょっと精神的につらいんですけどということで割と相談に見えることが多いと思うんですけど、無自覚な方っていうか、そのメンタルなんかには自分はなんないんだというような形でですね、そういうのに抵抗のある方、一定年齢以上の人が多いと思うんですけど、こうした方へきちんとこう見ていただくような方策というのは何かありますでしょうか。曽我総務部長。
まあ、メンタル不調者への対応ということでございますけれども、特にその繰り返して、まあ、病気休暇に入ると、休職に入るというような職員に対しましては、これはやはりこう復職の際にですね、より、まあ、きめ細かなその対応というようなことで、まあ、慣らし勤務ですとか、あるいは試し出勤、まあ、こういうようなことを通してですね、まあ、やるんですけれども、まあ、実際にこう、復職してもまた再発をしてしまうと、それが、まあ、原因が何なのか、仕事を、まあ、自分に合わないのかとかいうことも踏まえてですね、まあ、希望によってはその勤務場所を変えたりですね、まあ、そういったような対応もしながら、なるべく早期に今復帰をしてもらうようなことを、まあ、これからも考えていきたい。それからあとはやはり、まあ、職場の上司ですとか、あるいは同僚、こういった方々のやっぱりそのメンタル不調者に対するこの意識の問題ということもあろうと思います。まあ、自分では大丈夫だと思ってても、やはり周りから見て何らかのこうサインが感じられるような、そういうような、まあ、そういったための研修もしておりますので、そういうことで、まあ、早期発見に努めているというようなところでございます。石渡議員、資料いただきましてですね、精神疾患による長期病休取得の方っていうのは、経年的にはずっと減ってきているのかなという感じがするんですけれども、まあ、いずれにせよその繰り返しの方をね、いかになくしていくかということが課題だと思いますので、ぜひ丁寧に引き続きやっていただきたいと思います。で、まあ、この移行調査っていうのは、具体的にはどんなことを行うのか、またその調査の結果をどう反映させているのかについてお聞かせください。曽我総務部長。これは毎年、まあ、移動の時期の前にですね、まあ、係長以下の職員を対象に、まあ、移行調査ということで、現在の仕事の状況ですとか、あるいは自分が、まあ、どういう仕事をやりたいのか、あるいはどういった部門に、まあ、行きたいのかというようなことを調査をするものです。で、調査をした結果ですね、まあ、例えばその移動に反映するということになりますと、これは全て 100% 意向を汲み取るということはできませんけれども、なるべくその方の意向に応じて、あるいはかといってもですね、やはりその人が移動してしまうと、そこの職場にまた影響が出てくるというような場合にはですね、まあ、そこの意向はなかなか反映できないということはありますけれども、ほぼ反映するような形でですね、移動の際の参考にしているというような状況でございます。石渡議員、まあ、ドクターのお聞き取りでもですね、まあ、仕事上のストレス、セクシャルハラスメントとかパワーハラスメントでというよりも、まあ、ご自身の問題でこう結構精神的に参っている人が多いようだというようなお話でした。まあ、そういった中で、まあ、ほぼ反映ということであればですね、ぜひやっぱり適材適所ということで、その人の力が発揮できるような、そういう配置をお願いしたいと思います。で、やっぱり福祉の部分ですね、高齢者、そして福祉というのが非常にこう今後大変になってくると思います。で、今回の定員適正化計画の中でもですね、やっぱり多摩市は他の自治体と比べても1人当たりの要するに市民に対する職員数がまだ少ないというような、ね、結果も出ていると思いますので、そういった中でですね、ぜひ必要な人はきちんと配置していただけたらなと思います。で、学校なんですけれどもね、今なかなかこの先生がきちんと子どもと向き合えないと、それいろんな雑務に追われているというような話を聞くんですけれども、例えばその中でこういった事務を削減して行って先生に向き合う時間が生まれたとか、そういう実際の具体的な例があればお聞かせ願いたいと思います。はい、福田教育部長。はい、学校におきましては公務システムを導入しまして、さまざまな事務的な学校共通の事務というようなものにつきまして、このシステムを導入したことによりまして、効率的に、また個人情報なんかについても保護が図られるような形で事務が進められるようになったということで、またこれを支援するサポートの体制も充実しておりますので、そういった点では学校側から評価をいただいているところでございます。
石渡議員。はい、都の教育委員会のなんかでもね、ぜひこういう部分を見直してくれとか、そういうことは積極的に言っていただきたいと思います。まあ、以上、心のことをお聞きしたんですけど、同時に体の方の健康ということもね、必要だと思うんですね。で、例えばですね、喫煙なんですけれども、このやっぱり喫煙をですね、一定ルール化するということができないのかなと思うんですね。就業前に吸っていただいた後は、今度昼休み吸っていただく。で、次はお3時休み。で、最後はもうお仕事が終わってから吸っていただくというような、その吸いたいときに下に吸いに行くというのではなく、そういうルール化というのが必要だと思うんですけど、思いますが、いかがでしょうか。曽我総務部長。喫煙のルール化ということでございます。まあ、これにつきましては、今年の3月の予算決算特別委員会でも橋本委員からのご指摘がございました。やはり職員の健康ということもありますけれども、やはり勤務時間中にこう職員がタバコを吸っているということに対するその市民の方々の、まあ、思いというか、そういったところもございますので、これにつきましてはそういった今検討しておりますけれども、まあ、就業前、それから、まあ、昼休みの時間、それから就業後というようなところでですね、そういった方向で、今考えていきたいというふうに思っております。石渡議員。はい、あとね、まあ、喫煙者がどのぐらいいるかというのも把握しておく、これ、簡単なアンケート調査できると思うんですね。資格をこう作っておいて、吸う、吸わない、吸うとしたら1日何本というの、名前書く必要ないわけだから、そうやっておいて、そこに印つけて、本数書いてもらえば、集約できるわけですから、そういうのもぜひやっていただけたらなと思います。それとですね、5番については、ぜひ若手の育成ということで、ですね、しっかり取り組んでいただきたいと思います。で、非正規の方なんですけれども、私はですね、今回、資料をいただいたんですけれども、この非正規の方のうち、臨時職員の方だけ交通費が出ないということなんですけど、これはぜひルール化して出すべきだと思うんですけど、いかがでしょうか。曽我総務部長。平成24年の3月議会で、非常勤職員、非常勤の一般職、それから臨時職員に関しまして、その、まあ、それの根拠になる条例を、まあ、提案をさせていただいて、可決をいただきました。まあ、その際に、その中には、その賃金の単価についても別表で、載せさせていただいております。まあ、その際に、臨時職員につきましては、それまでの単価、それからその時には、まあ、交通費相当額ということで一定額を加算をして、まあ、支給をしてたわけですけれども、その条例化にあたって、単価の中に、その交通費相当額、これを入れた形での単価設定をさせていただいております。そういうことから現在の臨時職員の単価の中には交通費が入っているという考え方でございます。石渡議員。でも単価で一番低い950円からバス代400円いくと550円にしかなりませんよね。でやっぱり消費税も上がっていることですしね、ここはやっぱり一定ルールに基づいた上でぜひ交通費を出すような方向で努力していただきたいと思います。終わります。石渡明議員の一般質問は終わりました。これにて一般質問を終了いたします。以上で本日の日程はすべて終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。お疲れ様でございました。